たび青木カノンは再スタートします。正直なこと言うと、ここ最近 YouTube 楽しめてない自分がいて、果たして青木カノンそれで楽しいのかって真正面で私が視聴者さんが聞かれたら無理してますよ。それでね、やっと答えが見えたんですよ。数字に追われるのも大事だけど、青木カノン自身がワクワクを見失ったらいけないんじゃないかと思うわけですよ。今から実はですね、あそこのゲートウェイスタジオさんでとあるテーマソングのレコーディングがあるんですけども、昔私が出してたちょっと意味不明な動画だ、万人受けしないけども意味不明な動画を出すことで、私はそれにやりがいを感じたの。お願いします、ポコチンキングダムの青木カノンです。よろしくお願いします。今回ですね、私がいろいろ皆さんに伝えていきたいことをまとめてきたので、それを読みながら話していきます。今こうやって YouTube 活動をしていく中で、たくさんの方に応援してもらえるっていうすごいありがたい状況に立たさせてもらってるっていう部分はすごいわかるんですけど、やっぱり私も人間なので、どうしても再生数とかお金とかそこに目がくらんじゃうわけですよね。そうなるとどうなっちゃうかというと、数字に追われる日々になってしまうわけです。でね、その今私が感じてるモヤモヤって一体何なのかと、それを模索するために、ちょっと待って、この角度やばくないですか。ちょっと鼻の穴が見えちゃって、鼻くそが見えないかな、大丈夫。これ本当の話なんですけど、緊急事態宣言下ではないところを狙って放浪旅、私してたんですよ。実はいろんな地方に行って、もう頭を無にして、青木カノンは一体この先どうなっていきたいのと、 YouTube をやっていく中で果たしてゴールはどこなのかと、もうそれをずっと自問自答しながら、地方の山奥のローカル線とかに乗りながら、私はどうなっていきたいんだちょっともう周りから見たらもうやばい人に見えちゃうと思うんですけど、本当にやばい人で、まあ見ての通りだと思いますが、それでね、やっと答えが見えたんですよ。数字に追われるのも大事だけど、青木カノン自身がワクワクを見失ったらいけないんじゃないかと思うわけですよ。いやいやいや、何を言ってんの、青木カノンさん何言ってるか分かりませんって思ってる方がいると思うんで、ちょっと説明すると、画質とかアングル的にはルイ・ヴィトンに見えるんですよ。でも喋ってることは駄菓子屋さんみたいな、私的にはそれがすごいツボなんですよね。万人受けしないけども意味不明な動画を出すことで、私はそれにやりがいを感じたの。多分今出てると思うんですけども、私はそういうことが楽しかったんですよね。だからなんだろうな、その今の YouTube 業界ってさ、何々をやってみたとか何々を大食いしてみたって、もちろんそれって YouTuber として生き残っていく上では、その時代にフィットするっていうことで大事だと思うの。だから生き残る手段として私ももちろん選んできたけど、果たして青木カノンそれで楽しいのかって真正面で私が視聴者さんが聞かれたら、いや、まあ無理してますよというわけになるんです。だからそこを打破したいんですよ。いや、私本当にアル中だと思われちゃう。全然違いますよさっきから結構いろいろ言ってますけども、やっぱり私は YouTube がすごい好きなんです。だから私はまたあの頃のようなワクワク感を取り戻すために再スタートします。やるからには今まで以上に皆様にワクワクしてもらえるような動画を作っていきます。あれ、ちょっと待ってよ、ここまで堂々宣言切っちゃって大丈夫かな。逆に私がプレッシャーに感じてしまってるんですけど、まあ頑張るかやめてください、やめてください、髪の毛
髪の毛がシンクに溜まる。じゃあここが映さなくていいんですよ。ここが映さなくていいんですよ。ちょっと近い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 。違うんですよ、私あれなんですよね、口紅つけないと本当に顔色悪く見えちゃうからやんなきゃいけないんですよ。最近ホワイトニングしたんですよ。オッケーです、ありがとうございます。再スタートですからね。再スタート、財布持ったかな。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいおかしい、ちょっと待って、領収書やべえな、領収書やべえぞこれ。なんでこんな汚いんだ。あれ、これいつまで続ければいいんですかね。じゃあそこの横断歩道までいいですか。はい、わかりました、はい。いや、めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど。ちょっと、わかりました。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もういいですか。はい、もう大丈夫です。はい、はい。ちょっと待って、今武蔵小杉にいるんですけど、何なんですか、そのタワーマンションとか。これ見ようかしに、俺は小金持ちだぞと、あ、大金持ちだぞと、なんかこれでマウント取ってんじゃないのって思うんですけども、羨ましいですね。こう見下される構図ができてますからね、これ。あの、私のみたいなこの一般庶民が見下される構図がもう自然とできてしまってるんで、もう、あ、もういいや、それ以上言うとちょっとやばいことになるんで言わないですけども、はい。今日の再スタートの地は東京都、いや、神奈川の植民地、町田市です。今ですね、菊名駅に着いたので乗り換えです。町田方面に行くために横浜線乗り換えます。Here we go。ということで、本日の現場の町田に到着したんですけども、ちょいちょいちょい、町田といったら神奈川の植民地ということで、ここですね、すごいんですよ。ちょっと私のあの豆知識を皆さんにお届けしたいんですけども、この町田のヨドバシカメラ、これ店内で、神奈川県と東京都で分かれてるんですよ。面白くないですかということで、ね、あとですね、この町田のこの駅前、これ今こう通りになってるんですけど、実はですね、この今私が立ってるここは東京都なんですよ。でもここ段差越えると神奈川県なんですね。だからあそこのデニーズがあるんですけども、デニーズは神奈川県なんですよ。こっち側ヨドバシカメラが東京で、しかもこの店内の中のこっちも神奈川県みたいな。だからこれもヨドバシカメラ相模原店でいいんじゃないのと思うんですよね。いやいやいや、もちろん市民の私からしたら神奈川県と一緒にされたくないって思うかもしれませんが、言っときますけどね、町田市よりこの相模原市、そっちの方が都市の規模は大きいんですよ。政令指定都市ですから、相模原市は。だから見下すっていうこの色眼鏡で物事を測るのはやめてください。オッケーです。オッケーです。はい、はい、ということで今ですね、目的地、今から実はですね、あそこのゲートウェイスタジオさんでとあるテーマソングのレコーディングがあるんですけども、ただ私もすごい今困ってまして、ちょっと見てください。ここをですね、あの越えてしまうと私は、東京都町田市から神奈川県の政令指定都市の相模原市に入ってしまうわけですよね。でしかも今緊急事態宣言下なんで、おっとこれはどうしたものかと、いや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 、小池都知事に怒られちゃうって今もうすごい悩んでるわけですよ。いや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 、県の会公演しちゃうと、ちょっと、あれ、なんかみんななんか緊急事態宣言下なのに県境公演してる。おっと、おっ、
痛い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 。3階の3番スタジオでしたっけ。あ、お疲れ様です。すいません、遅くなっちゃって。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ごめんなさい、スタジオはい、ね、よろしくお願いします。お疲れ様です。よろしくお願いします。青木香奈です。よろしくお願いします。今日やるのが、はい、私は何をしたらいいんですか。今日はコーラスの、レックをお願いしたいです。はい、じゃあコーラスボーカルも今から、打ち合わせを、はいはい、していきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんなさいね、マジで汚い髪で緊張してきた。なんか、はい、本当歌詞的にはめちゃめちゃ簡単で、はい、この届いておくれ君のとこまで涙の訳を知ってるから、はい、まで歌っていただきたくて、はい、ちなみにこれ届いておくれ君のとこまでってどういう感じで歌ってるんですか。あ、これはもう完全にもう狙ってますよ。どんな感じですか。じゃあ今回のその130キロプロジェクトの、はい、諦めないでは、記録を諦めないで、そうです。で、まっすぐな思い、まっすぐなストレート、130キロ、はい、で、僕が受け止めるよキャッチャーキャッチャーです。これもユニゾンでお願いします。本当メロディーをそのまま歌っていただく感じで 1,2,3,4,5,6,7,8 回あるんですけど、頑張れっていう感じですか。いや、もうちょっと頑張る感じのやつ。自分の物差しの主観で私のイントネーション切れるのやめてもらっていいですか。オタクみたいになってるじゃないですか。ちょっとめんどくさいやつでごめんなさい、真面目にやります。お願いします。ポコチンキングダムの青木香奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、中に流した方が。あ、ごめんなさい。大丈夫かな、本当に。大丈夫ですか。こんなにいきなりぶっつけ本番でやらされると思ってなかったですよ。うわ、緊張すんな。ちょっと一回音量調整します。あ、はい。あの日の向こうも、ま、聞こえないです。あ、聞こえました、やっと。これでどうですか。もうちょっと大きい方が欲しいですね。 Remember jumping off the bridge on the west side。What a time, what a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew, never knew we'd cause a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring.It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. ありがとうございます。そしたら、あれですね、はい、打ち合わせという名の、はい、打ち上げですか。打ち上げ、はい。まあまあまあ、じゃあ行きますか。ご飯でも、はい、はい、ちょっとミーティングですよね。ミーティング。本当に今日はいいテイクを取らせていただいて、ありがとうございます。本当歌下手で申し訳ないです。いや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 。ごめんなさい。全くそんなことないです。偽物ですよ。ユーチューバーの歌を歌ってるやつが。いや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 。偽物です。マジで私、バンドの人リスペクトしかないんですよ。はい。だってバンドっていうその音楽だけで勝負してるじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。で、私はその確かに歌を出したけども。はい。多分歌だけだったらああやっていろんな方に見てもらえてないと思ってて、はい、うわすげえなみたいな、自分できないわって思っちゃうんですよね、はいはい、だからすごいです。いやいや、でもそれを言いたかったんです。やっぱりでも音楽やる人ってその音楽を見に来てる人が多くて、うん、その人たちに向けてやってるみたいなのがあるので、ああなるほど、
それは逆に環境がいいですね、すごい環境が。いや頑張んないとな。いや頑張りましょう、頑張りましょう。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。ありがとうございます。いやすごい足引っ張っちゃって。いやいやいや本当に、まあ、自分そうですね、歌詞を送らないっていう自分の失態もありましたからやめよ、前代未聞ですよ。はいレコーディング当日まで歌詞と歌を送ってこない人、そのポンコツ。はい、まあまあまあ、ポンコツ名前通りで、はい、まあいろいろね、言われそうですけど、はい、そうです、それがポンコツなんですよ。もうほんと、便所サンダルで来て、はいそうですね、便所サンダル、うん、まあいつもそれが履きやすいんで。はい、ということで今日ですね、再スタート、私再スタートしたので、はい、新しい新体制で再スタートしたので、これからですね、青木花奈頑張っていきます。浜竹さんともですね、130キロプロジェクトやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ応援お願いします。頑張ります、お願いします、よろしくお願いします。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと浜竹さんのチャンネルも画面の下にもありますので、そちらもチェックお願いします。また次の動画でお会いしましょう。 Yeah.